で、まずはどっから探すんだ。残るはあっちやな。おい、服部。なんや。おい、クド、そいつは確か。ランがつけてたイヤリングだ。こいつがここに落ちてるってことは。ラン！誰か倒れてるで。あれは和彦さん。しっかりし。どうだ。ああ、気を失ってるだけや。心配ない。せやけど、和彦さんがここに倒れとるっちゅうことは。どういうことだ。蘭たちは和彦さんにさらわれたんじゃないのか。トーンの中見てくるわ。おい、服部！お前はそこで待っとれ。おっさん、せっかくの飯が冷めちまうぜ。うるせえ！闇雲に探し回っても時間がかかるだけだ。何か手がかりを見つけないと。和彦さんの様子で何かわかることは。足を塔に向けてうつ伏せで倒れてるってことは、塔から出てきた時に背後から襲われた可能性が高いな。首の後ろに赤い点が2つ。そうか、そういうことか。和彦さんの気絶の原因は。おい、工藤。どうだ。2人とも見つからへん。ここにおった中継席も何もなしや。そうか。服部が手がかりを見つけられねえってことは、ここじゃねえのか。いや、しかし。なんかわかったのか。和彦さんの首の後ろ、見てみろよ。首の後ろ？どれ？ん？何や、赤い点が2つ。こいつはスタンガンの跡か。ああ、間違いねえな。せやけど、あれは相手ビビらすために使う程度で、そうそう気絶なんかせえへんもんやけどな。よっぽど威力が強力だったか、それとも襲われるとは予想してなかったんだろうな。ちゅうことはそいつが数がたちを。ああ、カズハに手出したら絶対許さへんぞ。地獄の底まで追いかけてって落とし前つけたる。少し整理してみるか。この状況で自分から気絶したとは思えない。
これで事件の黒幕がいることがはっきりしたわけだ。そいつが和彦さんをこんな目に遭わせたんだ。で、二人は見つかったのか？いや、見つかったのは和彦さんだけや。見当はついてんねんけどな。なんだと？どこだ？多分、時計塔の中に。ラン。無駄や。どこも探したけど見つからへん。なるほど。どっかに隠し部屋でもあるんだな。何があったんかは、そこで寝てるやつに聞くのが一番なんだけどな。隠し部屋があるとしたら、塔の一番てっぺんが怪しいとちゃうが、妙に天井が高なってるんだ。文字盤の位置から考えて、歯車なんかが詰まってるとも思えんしな。せやけど入り口が見つからへん。バカなやつだぜ、和彦のことさ。こいつも大英帝国の遺産に目がくらんで、人生をおかしくしまった口だろう。和彦君、まだ気を失ったままね。さっさと意識を回復させて。ランのことを。彼女たちは人質なんだから、とりあえず命の危険はないはずよ。なんでそう言い切れるんだ。じっとしていられっかよ。気持ちはわかるけど、焦ったところでいい結果が得られるとは思えないわ。塔のてっぺんに隠し部屋があるんとちゃうか。バカなやつだぜ、和彦のことさ。こいつも大英帝国の遺産に目がくらんで、人生をおかしくしまった口だろう。さっさとそいつの意識を回復させて。ランのことを。ここがどこかわかる？状況を理解したいの。喋ってくれるわね。メイリーさん。そうか、振り出しに戻ったわけか。所詮人生は同じことの繰り返しさ。おい、ランをどこへやった。カズハは？あなたの正体は？待ってください、そんなに一遍には答えられませんよ。貴様、ランを。まあ待てよ、おっさん。それじゃ話せるもんも話せなくなるぜ。二人は生きてるんだろうな。多分。死ぬべき人間はもうすべて死んでいますから。死ぬべき人間ね。えあなたがそれを決めたのかしら。それとも、まさか。僕はただあの人の言葉に従っただけですよ。あの人でもしかして。もう分かってるんでしょ、康介さんですよ。僕はただ彼に話を持ちかけられただけですよ。大金をやるって言われてね。それまでに僕は仕事も金もない最低の人生を送っていたんです。じゃあ学者ってでも嘘かよ。自分の頭で物を考える人間は不要なんだ。何をやってもうまくいかない。でもどうして和彦君を名乗って。それが彼の計画だったからですよ。僕は言われた通りにここへ来て、ことの成り行きを見守っていただけです。もちろんそのために多少の勉強と訓練は必要でしたけれどね。本物の北上和彦は何にも知らず
養父母の元で幸せに暮らしているそうですよ。だから彼は僕を偽物に仕立て上げたってわけです。最初から怪しいと思わへんかったんか。自分が殺されるかもしれなかったのよ。てめえ、何がおかしいんだ。何がって、あんたら全員がさ、考えてみろよ。まるで冴えない人生にある日突然大金が降ってくる。どう考えたってうさんくさい話さ。でもだからってまるっきり無視できるほど楽じゃない。危険は承知の上ってわけか。ことが済んだら僕はこの島を出て遺産の分け前をもらうことになっていたんだ。それならに。偽物の和彦さんにとっちゃ倉橋さんは邪魔者だったわけだ。とするとクライドさんの遺体移動トリックで風車が手ぐすを巻き取れずに残っちまったことは、二人をさらったのは康介さんです。時計塔まで連れて行ったのは僕ですが、館から逃げる途中で二人に出会って人質にちょうどいいと思ったんです。彼女たちがあなたに捕まるなんて少し意外ね。二人とも全く警戒していませんでしたから。それに塔では彼が待ち受けていたので、思っていた以上にうまく引きました。二人を傷つけたりはしてへんやろな。承知せへんで。それはもちろん。おそらく今は二人とも睡眠薬で眠らされていると思います。どこにいるんだ。わかりません。てめえ、つまり康介さんにとってあなたはもう用済みってわけね。そうみたいですね。塔を出るなり僕はスタンガンで気絶させられて。ずっと顔を突き合わせてきた高弘さんだって始末したんだ。会ったばかりのお前さんじゃ当然だな。で、康介さんの狙いは何なんや。最後に受けた指示は館内の時計をすべて0時に合わせろというものでした。時計を0時に。理由は分かりませんが、おそらく何か仕掛けがあるんだと思います。倉橋さんに罪を着せようとしたのはどうして。倉橋さんがいると次の計画の妨げになるので消えてもらう必要があったんですよ。時計のネジを巻くのが彼の日課です。几帳面な彼が時刻のズレに気づいたら放っておくはずがありませんから。僕が頼めば高弘さん殺しの罪もかぶってくれるだろうと。まったくついてねえじいさんだな。巻きついてたテグスのことなんだけど、端っこをわざと目につくように残しておいたのは和彦さんだよね。今さら隠したところで仕方ないか。ええ、その通りですよ。
倉橋が犯人だとみんなに分かってもらうためにわざと手がかりを残したってわけです。風車のトリックのことは事前に聞かされていましたから、軸がテグスを巻き取ってしまう前に館から持っていった釣り竿を使って風車に引っ掛けておいたんです。もっともリールを使った釣りなんてやったこともなかったので、何度も繰り返してようやく成功しましたけど。二人をさらったのは康介さんです。時計塔まで連れて行ったのは僕ですが。だいぶ見えてきたようやな、事件のからくりが。思った通りだぞ。救いようのないバカだな、和彦。生きてるのね、本物の和彦君は。よかった。そんなことより、あんだ、ランはどこにいるんだ。二人をさらったのは康介さんです。時計塔まで連れて行ったのは僕ですが。だいぶ見えてきたようやな、事件のからくりが。